いやー最近つまらない男ではちょっとまたハマって、蓮舫さんの岡田代表にの感想、つまらない男。いやなんかちょっと昔あの寸大のあの池袋湖の上の談話室みたいなところで、なんか女子が浪人の時のまあ、よく見る女子が女子話で、私なんか遊びも勉強もできる人じゃなくて、いやとか言って、勉強しかやらないつまらないよとかなんて、嫌よみたいな、嫌よみたいなこと、勉強しかやるしできないよつまらないよとか、嫌よみたいなこと言ってたのをふと思い出しましたね。なんか別に岡田代表かどうか、岡田代表真面目でいいですけど、なんか思い出しちゃいましたね、あのつまらない男で。なんか言いそうですね、なんかその子もちょっとアイドル風の可愛い感じだったんでね、僕はまだ未だに心にトゲが刺さっているように思い覚えてますけどね。遊びもあれ、勉強も遊びもできる人やねんて、嫌よ嫌よいじゃないですけど思い出しちゃいましたね。まあそういう思い出がどうでもいい思い出ですからね。やっぱりまあ僕もそういうつまらない男になってしまいましたけどね。つまらないですね、僕は。パーティーとか大嫌いです。つまらない男。いいですね。いいですね。もう、あの感じいいですね。いやよ。勉強ばっかりする真面目腐った男なんか嫌よみたいな感じなんでしょうか、わからないですけど、まあ僕は好きですけどね。ポッポ屋を思い出した。別に高倉健さんが不器用な、僕不器用ですから、そんなあれはテクニックは持ち合わせておりません。はあ、それでいろいろ損しているという、損をするという関係ないトークをしています。飯田橋でなんか東大のなんとかっていう女子学生がいましたけどね、あの相手の男は誰だったんでしょう、東大の人なんでしょうか、わかりません。また今日は電池が余ったせいで余計なトークをしていますが、これですら何かの役に立つかもしれません。とにかくガラケーのブログサイトを再開してください。ヤフーさん、僕が稼いだお金で、 YouTube さんは名前をつけるのをまた簡単なように元に戻してほしいと思います。まあそれぐらいですかね、言いたいことは。あとは誰か仕事というか、なんか僕もケンブリッジアスカさんのようにもうプロじゃないですか、 GA していきたいと思います、なぜ医者にならなかったんでしょう、医者になれなかったのかならなかったのか分かりません。今となっては分かりません。どうなんでしょうか。実は僕子供の頃医者になろうなんて思ったこと一度もないんです。ずっと何かぼーっとして生きてきましたけどね。僕は車の開発者とかになりたかったような気がする。ラジコンが大好きですね。そうだね、目指さないんですよね、あんまり。なぜかしらないけど。
わかりません。はあ、鉄腕アトムのなんか、森山